皆さんこんにちは。 Welcome to EgoFile。 今回はですね、ライティング力を上げる利点についてお話ししていきます。実はライティングって自分の本当の英語力が最も現れやすいんですよ。どういうことかというと、スピーキング、特に会話と比較してみましょう。会話では瞬発力が大事ですよね。つまり言うことをすぐに考えてすぐに発言しないといけない。だからこそミスをしても仕方ないよねって思われます。例えば文法を間違ってしまったり、言葉遣いを間違ってしまったり、話の途中で論理性が崩壊してしまったりしても言い訳ができるんですよね。だって準備できなかったもんって。で、多くの場合それが許されるんですよ。でもライティングでは言い訳ができないんですね。なぜならたっぷり時間をかけて考えて書くわけですから。なので自分の語彙力だったり文法力だったり論理力だったり知識とかも全部丸裸になるんですよ。エッセイ1枚からその人の真の英語力が明らかになります。というわけで、自分の本当の英語力って言っても過言ではないライティング力を上げることによって得られる3つのメリットについてお話ししていきます。まず1つ目はですね、スピーキング力が上がる。そうなんですよ。ライティング力の訓練をすることによって結果的にスピーキング力も上がるんです。喋ってる時は間違った文法を使ってしまったり、気づかないうちに話がどんどんずれてしまったりしますよね。でも喋った言葉って残らないんですよ。消えちゃうんで、どこが間違っていたのかとか、どこをどう直せばより良くなるのかってじっくり見直すことができないんですよ。だから喋ってるだけだとなかなか自己分析がしづらいから能力が上がらなかったりするんですね。逆にライティングをする時は目の前に文字が残ってるので分析しながら進めることができるんです。そして文章を書きながらいろんなことを考えます。どの言葉が最も適切に自分が思っていることを表すんだろうとか、分かりやすく説明するためにはどういう順番でこの情報を出せばいいんだろうとか、説得力を上げるためにはどんな具体例を使った方がいいかなとか、このようにライティングをしているうちに思考プロセスが鍛えられていくんですね。そして喋る時も同じ思考プロセスが働くようになって、結果として洗練された話ができるようになるんです。ということで、一つ目の利点はスピーキング力も上がるっていうことでした。では二つ目の利点は、ネイティブと対等に勝負ができるっていうことです。またスピーキングと比べますけど、やっぱ喋る時って言葉だけじゃなくて発音とか抑揚とか、あとは表情とか、いろんな要素が絡んできますよね。そして例えば発音がうまくないから喋る時に自信が持てないんですよねっていう人いたりすると思うんですよね。だからネイティブと議論とかをする場合、ちょっと劣等感を感じてしまってる場合もあると思うんですよ。でもライティングの場合はどうか、発音とか気にしなくていいんですよ。例えば大学でのエッセイとかビジネスでの E メールとか作成するときは全部パソコンでタイプしますよね。だから文字は全部一緒っていうことは、ネイティブでもノンネイティブでもみんな一緒なんですよ。つまり一番大切な中身で勝負することができるんですよ。ということで、2つ目はネイティブと対等に勝負することができる。で、ラスト3つ目はですね、一目置かれる存在になれる。今まで家庭教師とか塾講師とか予備校講師とかやってきてますけど、全部で1万人以上の生徒さんのライティングを見てきてます。で、帰国子女も含めてなんですけど、この人ライティング本当にうまいなって思う人は4人しか出会ったことないんですね。それほどライティングが上手い人って稀なんですよ。そしてこの4人が未だに強烈に記憶に残ってるっていうぐらい、ライティング力上手い人っていうのはすごく印象に残るんですね。なのでスピーキング苦手だなって思ってる人ほどライティング力を上げることに意味があるんじゃないでしょうか。別に会議とかでこうバンバン発言して目立たなくても、文章を書かせたらこの人は群を抜いてるなっていう評価をもらえたら、自分だったらすごい嬉しいですね。ということで、3つ目は一目置かれる存在になれる。はい、ということで今回はライティング力を上げることによって得ることができる3つのメリットについて話してきましたが、いかがでしたか？これを聞いて少しライティング頑張ろうかなって思った人がいたならば嬉しいです。で、最後にですね、実は本日10月30日っていうのはこのチャンネルの1周年記念日なんです。最近コメントが増えたり登録者数が増えたりすることによって、なんか役に立つことができてるのかなって思えるようになって、とても嬉しい気持ちです。これからも有益な動画をどんどん出していきますので、今後も英語ファイルをどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、 I'll see you in the next lesson.